毎月毎月どんどん来るんだ。あの要は出荷コストがほとんどかからない発電方法、収益とか一切他の人を信用しない前提の設計にしなきゃいけないというところが誤りであると僕は。そうだからなんというか、まあ、一番こうなんやかんやでこうやっとけばいいのかなっていうのは嫌いならぜひ他行ってくださいねこれで内容するのに見てもいいなこれセンスすごいなっていう、深夜まで働いて辛い人とかがそこで寝るみたいなタイプの、あのラプドイーラプドイーですね、あいつの取引量が一番多いので、まあ、そこだけ対応しますって感じになってますね。でただ多分まあ大連の状況を見れば分かると思うんですけど、みんなが欲しいのはデックスチェンジなんです。うん、デックスなんですよ。セカンドレイヤー上のデックスっていう、ライブみたいな、はい、ダブルイースだけの。ただね、もう一個言うとね、まあ、5000万円って変わるもんじゃないかなっていう気しない？例えばその F35 戦闘機っていくらするとかね、そういうことなの。それ飛行機の海に落ちちゃったりとかで、その問題はね、その金額の方じゃなくて、その重大なのはお金に伴って実質的なクライムが起こってるっていうことなんだよね。でそれはね、ちゃんと取り締まればいいんで、そのお金の話に乗っかって取り締まろうっていう発想の方がどうかねっていう、僕はやっぱ思うね。はい、こんにちは、池谷です。今日の講義は、ディファイって何という話をしたいと思います。なんだかわかんないですよね。なんでちょっと解説をしてみようと。大きなもの。まず一番最初に出てきたものだと思いますが、こちらが、分散型の取引所というものですね。DEX という、分散型のデリバティブという領域もかなり盛り上がっていきます。他にも、金融系で欠かせない予測市場と言われるもの。こちらはもうすでにいろんなものがリリースしています。この領域は今めちゃくちゃ急速に発展しています。お金の流れっていうのは滑らかになっていって、今グローバルでお金の貸し借りができるようになっていて。はい、こんにちは、池谷です。今日は、猿でもわかるブロックチェーンの解説ということで、極力わかりやすくブロックチェーンについて解説するということをやってみたいと思う。講義は、DAPSって何という話をしようと思います。ブロックチェーン仮想通貨溢れてると絶対出てくるキーワードが、DAPSというキーワードですね。こちら何かというと、ディセントラライズドアプリケーションということで、英語で言うとディセントラライズドアプリケーションですが、日本語で言うと分散型アプリといえばいいぐらいじゃないです。今日は、仮想通貨講座として、ステーブルコインって何というね、お話をしようと思います。まずね、前提として皆さん、ビットコインって買い物に使ったことありますか？です。今日はリップルの将来性が結構絶望的であるよという話をしようと思います。リップルちょっとね、厳しい状況が続いていますよね。まあ、こちらはね、リップルに投資しているホルダーの方もね、きっと同意をいただけると思います。リップルちょっと最近やばいよねということで、まとめていきたいと思うんで、まあ、僕は、リップルアンチになりましたということで、ご容赦ください。ビットコインのブロックチェーンの概要ということで、そもそもビットコインとは何ですかというところから、ただその代わり間に信用機関が入るということでコインを送るので、アリスがこのトランザクションを、生成します。ビットコインがやはり最大の勢力になっていると思います。トランザクションのリストっていうような構造になっていて、じゃあそのブロックを誰が作るのかというので、すでに誰かに送ったコイン、最終的なビットコインの供給量というのが固定されるということになっています。では、チェーントークの中条です。今回は、イーサリアムのトランザクションの構造ですね。 TOA と言われる、まあ一般に普通データの束を置いて、ノードの中でどうやってじゃあ区別するのかっていうトランザクションになります。コントラクトを実行したりする場合は引数を分散されて格納されています。スマートコントラクトのベストプラクティスとか、ビットコインの場合はその受け取った人が誰かで、一つのトランザクションでは一つのアドレス宛てにしか送金が、はい、チェントークの安土です。最近話題のミンブルウィムについて、エルビス自動送金。ビットコインとかだと、実際にコインの量ですね、証明するのかな。トランザクションカーネルと呼ばれるものがアウトプット
のブラインドファクターはアクションカットスルーと、呼ばれるミンブルミンブルっていうのは、まあ、基本何年間ですね運用してもいわゆる低コンピューティングデバイスでチェーンの検証可能にする、まあ、新しいブロックチェーンの提案ですと。興味を持っていただきましてありがとうございます。こんにちは、講師を務める佐々木徹です。現在はブロックチェーンの起業家とともにコミュニティの活動も継続をしています。このコースは暗号通貨の取引をすでに始めていらっしゃる方はもちろん、投資自体が初めての方、そういった方でも順を追って分かりやすく学べるステップバイステップのコースになっています。はい、佐々木徹です。ビットコインのですね、取り組み高を使って次の動きを予測するというちょっと講義の方を、できるのであればその有利な側につけるような、まあ、数字の見つけ方というかね、まあ、値段は一緒なわけですよ。値段は一緒なんですけれども、その時点で、なので、ショートカバーで上げたようなマーケットっていうのは結構すぐ落ちてタッチしてしまったものなので、まあやっぱりここは利確でね、利確が入るというところ、ファンディングのレートも、まあ、ビットコインはだいぶ過熱してますよという状態の中で、さらに、はい、佐々木徹です。本日のね、創始者であるアーサーヘイズさんがツイートしてたのが結構面白かったですけどね、今回はねちょっと毛色が違うのかなっていう風なところは個人的には思っているところで、上昇は少し長く続くんじゃないかと思っているということで、後ろに採掘喧嘩が迫っているのでという、9500ドルへのアタックという状態とはちょっと違うんですよね。ですね、今難易度の都度の上昇っていうのが大体 2% ぐらいに早まってきてるっていうのもありますし、あとはマシンの値段、大体今の現状で、マイニングのですね、一般的なその採算レベルとして4450っていうところに来ると跳ね返ってますよね。行った場合に大体どのぐらいが次の採掘限界になるのかっていうようなところであると、はい、ということで、ここからね続編の方に行きたいと思いますので、また本編でお会いできればと思います。はい、ありがとうございました。失礼いたします。仮想通貨100問。ビットコインとはサトシ・ナカモト発案のピアツーピア分散型デジタル資産です。この時サトシ・ナカモトと称する人物がビットコインに関する論文、つまりホワイトペーパーをネットで発表しました。日本時間2009年1月4日、ついにこの日、サトシ・ナカモトはフィンランドのヘルシンキにある小型サーバーで最初のブロック、つまりビットコインのジェネシスブロックを作り、報酬として 50BTC を獲得しました。ビットコインの初登場です。1日1分仮想通貨100問。ブロックチェーンの種類。ブロックチェーンは参入の仕方で3つに分かれます。パブリックチェーン、プライベートチェーン、コンソーシアムチェーンで、ブロックチェーンは銀行のような集中型基調ではなく、すべての取引がすべての基調ノードで一致すること、つまりコンセンサスを取ることが極めて重要です。プルーフオブワークとはコンセンサスアルゴリズムの一種で、いわば一定の仕事をしたことの証明書です。プルーフオブステークは出資証明とも呼ばれます。資産を銀行に預けるのと似ており、銀行は保有している仮想通貨の数量と時間に応じて収益を配分します。デリゲーテッドプルーフオブステークは取締役会の投票のように、コイン保有者が一定数のノードを選出し、検証と基調作業を代行してもらうことです。ゼロ知識証明とは、情報の内容そのものを提供せずに、ある命題は真実であると検証者に信じさせる一種の技術です。匿名性の高い仮想通貨 G キャッシュの匿名取引はゼロ知識証明により実現したものです。
京ビットコインニュースです。今日はですね、シティオンチェーンっていう、バーチャル不動産売買とウェザー SV、っていう気象データをチェーンに記録するっていうそのサービス、今日はハンドキャッシュというビットコイン SV の専用のウォレットについてね。アンデラネットワークは、3層になっていて、ここがまあユーザーね、でこれがまあ中規模マイナーで、大規模マイナーが真ん中の中心的になるわけですけれども、マネーボタンについて、マネーボタンの場合は、自分のブログサイトに HTML の、コードで貼り付ければ、でこれをこうスライドするとピッてこうやると、これで、遅れましたと。今ね、はい、東京ビットコインニュースです。今日は、クレイグ博士の裁判について続きをお送りしたいと思います。やっぱりトラストっていうのはチューリップトラスト1と2っていう風に分かれていると。このチューリップトラストには2011年の時点では、110万ビットコインが、クレイグ博士がデイブ・クレーマーに頼んで、全部で、15にキーがスプリットされていて、それでクレイグ博士が今持っているのは、7個だけど、アドレスとか、まあ、残高を動かすには少なくとも8個以上がいりますと。ウィンさんとデイブ・クレーマンの、鍵がないで、残りはデイブ・クレーマンがアレンジしたのが、2020年の1月に第1便、第2便が2020年の6月にボンデッドキャリアっていうね、まあ、ちょっと特殊な保険付きのクーリエサービスに頼んであって、そこが配達してくるよっていうアレンジにしてると。